ライフル射撃は、ライフル銃、またはピストルを使用し、固定された標的に対して射撃し、得点を競うスポーツ、オリンピック競技種目である。ライフル銃、またはエアライフルを使用して行う競技である。ここでは、オリンピック等で行われる S 付系の競技について、解説している。日本では、これが主流であるがそれ以外にも様々な団体によって、 独自のルールにより競技が行われている。すべての銃で連射が可能なものはない。また、原則的にレンズ及びプリズムを使用した広角照準器の使用は禁じられており、マイクロサイトと呼ばれるピープ式の精密照準器を使用する。高齢者対象の競技に限っては、拡大競争日の照準器の使用が認められている。また、国内での所持については、 都道府県公安委員会の許可が必要である。創薬銃及び低年齢者の空気銃所持に関しては、日本体育協会からの推薦を得ることも合わせて必要となる。公式戦に出場するには、日本ライフル射撃協会の認定銃である必要があり、5年間有効の銃器公認シールを重付しなければならない。認定銃については、 日本ライフル射撃協会のホームページで確認できる。ライフル射撃では、高得点を出すために重機をほとんど静止した状態に置くことが求められるため、独自の射撃用品が使用されている。着用する、物重機に装着するものその他基本的に紙製で、大きさは競技によって異なる。着弾点が中心に近いほど高得点であり、一発に月1点が最高点である。 なお、決勝が行われる場合、得点は0.1点単位まで判定され、この場合は最高点が一発につき10.9点である。オリンピック等の国際大会では、電子標的と呼ばれる着弾と同時に得点が判明する装置を使用する。ゴム製、もしくは紙製のロールを標的面に使用し、着弾音をセンサーで読み取り、コンピュータで、 着弾座標を演算することによって点数表示をする標的である。着弾点が手元のモニターに表示されるためといったメリットがある。ライフル銃競技の射撃姿勢は以下の3つに分かれている。なお、ビームライフル競技専用だが、肘車という射撃姿勢も存在する。文字通りテーブル上に両肘をつけた状態で射撃を行う姿勢であり、スリングの使用は認められない。また、 両肘以外をテーブルにつけてはいけない。オリンピック内視は、ワールドカップで行われる SF 種目男女、共通種目男女混合種目その他の種目ピストル、またはエアピストルを使用して行う競技である。日本では、ピストルの所持に関する規制が非常に厳しい。具体的には、エアライフルもしくはハンドライフルで一定以上の成績を収めた上で、 日本ライフル射撃協会を経由して、日本体育協会から推薦状を受ける必要があり、なおかつ、エアピストルは500名、総約10に至っては50名しか、所持許可の枠がない。そのため、競技人口は極めて少なく、ほとんどが警察官か自衛官だが、民間人の選手もわずかに存在する。オリンピックワールドカップで行われる、 種目男子種目女子種目日本独自種目ビームピストル競技と呼ばれる赤外線を用いた日本独自の競技である。エアピストル競技とルールはほぼ同じである。ありがとうございます。